もういくつ寝ると。どうも、愛知です。2018年も終わりに近づいてきましたので、今年の、質問コーナーとリクエストとちょっとふざけた様子の入る動画やっていこうと思います。で、今年はですね、二人、ちょっと相棒を連れて三人、一人と二匹でやっていこうと思いますので、ちょっと自己紹介してもらいます。じゃあ、どうぞ。俺の名前はキーくんだっぴー。よろしくお願いしますだっぴー。なんちゅうだな。はい、ということで、今回はですね、Eテレさんの方から、キスケさんと、ニャンチューさんがね、ゲストに来ていただきましたので、その二人を連れて、質問コーナーやっていこうと思います。それでは、行ってみよ。好きな YouTuber は誰だっぴ？で、今年はですね、結構その男性女性とかもそうですし、ゲーム実況とか歌い手さんとか教育系だったら誰が好きですかみたいな、ちょっとカテゴリーに分かれて質問が来たので、ちょっと答えていこうと思うんですが、まあ、男性はね、まあ、違う、パッと思いついたのからいきますね。まずゲーム実況は、最近そんなに見てないですけど、全体的に見てないですけど、ほぼ全部一応見てるのは、オサムインティヌス3世さん。オサムさんですね。オサムさんは本当に昔から好きで、うん、好き。で、歌い手さん、まあ、ごめんなさい、歌い手さんは、まあ、割と、もうメジャーどころが好き。もう、まふまふさんとか、天月さんとか、ソラルさんとかも好きですし、あと女性だったら、はるちゃさんとかが好きですね。で、教育系って言っていいと思うんですよね。割と今日、勉強の話とかされる方なんで、好きなのは、ブレイクスルー佐々木さんですね。10年後は何してるんだにゃ？そうですね。10年後はもう43なんですけど、正直ね、もう想像ができないです。なぜかっていうと、10年前、23の時に今のこの自分は想像できなかったですし、ただ、絶対に言い切れるのは、おそらくどっか、まあ、この YouTube っていうフィールドじゃなくなって、なくなってるかもしれないですけど、まあ、教育をずっとやってるとは思います。プチ自慢をしたっぴー！タバコを一回も吸ったことがないこと。生放送で何百人を凍りつかせた、あのミッキーのモノマネしてたにゃ。いや、僕メッキーだ。あは。今年こそは何か踊ってほしいっぴー。自分の長所と短所を10個ずつ言ってほしいにゃ。10個ずつはさすがにちょっと多いので、削っていきましょう。で、長所と短所、長所か。まあ、教育に真摯に向き合ってるとは思います。あと、割と、思いやりはある方かなとは思ってます。人の気持ちは考えれる方だとは思うので、そのあたりが長所かなと思います。で、短所はですね、とにかく短気です。気が短いのが、まあ、短所かなと。あとは落ち込みやすいっていうところですね。もしかして、竹内直さんだっぴ？違うよ。怒られるわ。塾を開こうとは思わないのかな？これね、よく聞かれるんですけど、今のところ全くその気はないですね。まあ、フリーでやって、いろんなところでいろんな学生に会えるような活動をしていきたいなっていうのは自分の理想形なので、まあ今のところは、と言って、まあ10年後でやってるかもしれないですけど。去年の自分の動画見てほしいっぴー。今年もシャルル歌ってほしいにゃ。歌リクエストにありがとうございます。結構いただきまして。しかもシャルルが結構多かったんですけど、まあ、去年も歌ってるので、ちょっと曲は変えます。じゃあ最後にそれを少し流して終わりたいと思います。改めまして2018年本当にありがとうございました。こんな感じですけど、もう34になるんですけど、3月に。2019年もね、変わらずやっていきますので、どうぞどうぞ、これからもよろしくお願いします。見えない。さあ、耳の端、ちょっと元気で
耳だ、は、昼夜逆転、ボックス AC30W。テレキャスター線を追ったサブケルボーイがバンドガリアフォー。バルバイトはネクラモード。台盤には AT フィールド。ヒート見知り宣言で抜けるキーカーボーイ。言うてお坊ちゃん、お嬢ちゃん、お金も才能も生じかあるだけ厄介でやんす。Boys the ambitious, Rex is all the man. 長い前髪、君誰の信者？信者？信者？勘違いすんな、競争はお前だ。ロキロキな、ロクロクロクかき鳴らすエレクトリックギターは Don't stop, don't stop さあ君の全てをさあ抜け出してみせろよ。ロキロキな、ロクロクロク